薬イールド観察隊隊長いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ。 現物は必ず右肩上がりで損切りしなければ必ず受けないとのことですが、えー、ラウが最高値3700ドルを超えるのはいつですかという、ねえー、コメントの方がついているんですけれど、いや、何を言われているのか全く私には、ね、理解できないということで、基本的にこれは大人の遊びをしようじゃないかの短期の取引動画についているコメントなんですけれど、あの短期の取引で、 右肩上がりで必ず勝つ、ラブが勝てるなんて一回も言ったことないですよということでね、いつも言ってることを理解できていない人が多いのかなというふうに思います。 私のね、昔から見ていただいているユーザーさんは、このあたりのことっていうのはね、理解されていると思うんですけれど、最近見始めた人ですかね、お、なんかわけわからんこと言ってるやつがおる、マウント取ってやろう、みたいなね、こんなひねくれた質問の方をしてきているやつがいてるので、まあ、カンプなきまでにね、打ち砕いてやろうと思います。それでは、スタートです。ぼ、ぼ、ぼ,ぼくらは逆イールドカンサー 目下42年ぶりの大逆イールドが発生しております。 3月29日をもちまして、丸2年経っていきます。まだまだ解消する余地はありませんということで、この逆イールド、長ければ長いほど、超短金利差逆転、銀行の業務がかなりね圧迫されていくということになりますので、まあ、経済がね冷え込んでいって、リセッション入りしていくというのがね、過去は 100%, 100起こっております。そしてその後ですよね、大幅株式下落というのもね、訪れていると。さあ今回 下落が来るか来ないか、そんなものはね、なってみないと分かりませんけれど、なった時に困らないようにメンバーシップを立ち上げて、下落がね、来た時にしっかりとね、利益を乗るように、今、対策の方をメンバーシップ活動としてね、行っております。ご興味のね、ある方はメンバーシップご登録お待ちしております。 別チャンネルで40歳から60歳世代が失敗しない NISA 投資、クレカとパタや食とホテルというチャンネルの方を運営しております。平日は NISA とアメリカの、ね、株式の投資の情報発信。土日祝日は旅とグルメ。 動画配信の方をしておりますので、こちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今はね、円の資産だけではだめ、丸ると効率が良くなるというね、動画の方を出しております。説明欄に URL を貼っておきますので、こちらの方の動画のチェックもよろしくお願いします。現物は必ず右肩上がりで損切りしなければ必ず負けないとのことですが、いつしさんが買われていたラブが最 高値、ね、3700ドルを超えるのはいつ頃になりますでしょうかと。今現在134ドルですと、ご教授お願いいたしますということでね、もうこんなは完全に嫌味でしかないですよね。はい、嫌味をね、言ってきてるんだなというふうに私は理解しております。まず1、商品特性が全く理解できていないですよねということで、私は現物のアメリカの株式を過剰してますと、まあ負けないというふうには言ってますけれど、その中でも厳選された ETF 商品、私 私が選んでる ETF 商品という風にね、お伝えさせていただいてるんですよね。そして、ラブとか DPST、こちらの商品なんて、私は長期保有なんて一回も言っていないわけですよ。安くなった時に購入して高くなったら売るというね、その短期の取引で使ってる商品のことを、いやー、現物は右肩上がりでね、持っていたら必ずね、損しないんでしょうと、損切りしてなかったら大丈夫なんでしょうと、えー、じゃあいつになったら3700ドル超えるんですか なんて聞かれてもね、その渋かという話にね、えー、なってくるわけなんですよ。えー、短期の取引で使っている商品を、なんで、えー、その3700ドル、えー、絶対に最高値を更新していくっていう話のね、私が厳選してね、えー、言っている、えー、レバナス、えー、ファングプラス、 そして SOXL、TICL、このあたりの商品ですよね。このあたりの商品を長期保有していたとしても必ず右肩上がり、アメリカの指数に連動している商品っていうのはそうですよと。だから S&P500 も n a s d a 1 0 0もそうですよという話はしてますけれど、その話の中にラブとか DPST 出したこと一回もないわというね、話になってきますし、私は ラブ。まあ、過去動画を検索していってもらえれば分かりますけれど、長期投資には向いていないというふうにはっきりと動画の中で言ってます。その後、とある方が、いや、元指数の方を見たら、ラブも元指数はしっかりと右肩上がりになっているので、大丈夫ですよ、いつきさんなんていう動画を出していた YouTuber の方もいます。ですけれど、今その方はラブはもう一切取引しなくなってしまっているんで、まあ、言いっぱなしで終わった のかなというふうには思うんですけれどあのね 短期の取引と長期の取引で、しかもね、必ず右肩上がりになっていく商品っていうのは選んでいかないとダメっていつも言ってるでしょうが、あんたどの動画見てんだという話になってくるわけですよね。毎回毎回ね、いちいちね、ラブは保ケで持っていても必ずね、あの右肩上がりになっていきますよとかってね、言わないといけないのかと、ラブを、もう最近私は手放して、もうね、次はラブは下がっても買いませんよという話をしている商品なのに、 いちいち言うわけないだろうという、ね、話なんですよね。厳選された米国の ETF と投資信託のみが必ず右肩上がりで上がっていくと。そんなもんアメリカの株式がどの株でもね、えー、必ず右肩上がりで上がっていくなんて、ね、起こることが現実にあるわけないじゃないかということで、なんで NASDAC100 や SP500、f a n g プラスにしてもそうですし。 即にしてもそうです、えー。短期の個別ではなくてね、えー、複合体の ETF 商品投資信託を特に上司しているのかと、いうことで、えー、それはリバランスをかけてくれるからですよね。ナスダック100の中であれあれ、いまいち パフォーマンスが出さなくなってきた商品は、ナスダック100から外れて、そしてナスダックのおマーケットの中から、金融銘柄を除いた、その次に上昇してきた会社がナスダック100に補充されて、そしてナスダック100社というのを形成していくというね、自動でエリバランスをかけてくれる。まあ、こういうね、いい商品。これは S&P500 もそうですし、ファングプラスもそうですし、もちろん SOXL やティクルの商品も同じように、ね、 リバランスかけていってくれるというね、こういう厳選された商品っていうのは、必ずね、損りをしなくて、そして持っていればね、しっかりと上昇していきますよという話はしてます。で、最近しっかりと、まあ、このあたりがあんまり理解できない人が多いんで、喋ってるのが、ノンレバ商品とレバレッジのかかってる商品を同じように使ってもダメですよという話ですよね。レバレバッジののかかっっててる商品っていうのは 資金にレバレッジがかかってるんではなくて、商品にレバレッジがかかってるということなんで、上にも下にも、もちろん、レバレッジをかけていって、そして、まあ、 大幅に上昇、大幅に下落ということがあるわけですよね。で、ラブっていうのは3倍のレバレ値がかかっているということは、下落方向に走っている時っていうのは、低減が発生してきます。低減っていうのは、元指数が元の位置に戻っても、ラブの価格が元の位置に戻らないと、えー、いうことがあると、えー、ということなんで、ラブの最高値を更新していくのは、そんなもんね、えー、当面先の話だと、えー。金融緩和がジャブジャブになって、えー、そしてその後、まあ、ガンガンね、えー、上昇していく。 上昇相場にに入らなないいととと無理という、ねえー、ことになってきますそんなん誰でも分かってることでしょうということで、そして、レバレッジ型の商品っていうのは、下に振っていたときに、しっかりと難品をかけていかないと、要は、低減の分の損失がまるまる乗ってきてしまうので、損切りしなければ必ず負けないなんていうことはは、ね、言ってますよね。損切りをせずに、しっかりと株価が下がったときに、スポット購入をしていきましょうという、ね、ことをして、要は3700円 100ドルに戻らなかったとしても、えー、しっかりと利益が出せるようにしていこうということを情報発信していると。えー、言葉尻をつかまえて、えー、なんか難癖をね、えー、ぶつけてきているやつが世の中にはたくさんいてるなというのが、えー、私のねこのコメントを見た時の、えー、す,すごくね、えー、思ったことで、えー、私はあラブや DPST を長期保有してくださいなんて一回も言ったことがないですし、えー、必ず右肩上がりで上がっていく、ラブや DPST 持ってたら大丈夫なんて一言も言ったことはないと。ラブや DPST くくなななななっっっっったた時にに買ててて高くなったら売るここれれししかか言っていないいいそれが大人のの遊びをしよううじゃととおりますので、まあ、理解できない人はね、理解できないでいいんですけれど、コメントをね、つけてくるということは、自分の考えを世の中にね、出しているということなんで、あこの人、市さんの言ってること全然理解できてないんだというのを晒しているという、ね、ことにそろそろ気づいた方がいいんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。